おはよう。ございます。いや、FX 1万円だね。今減りました。いや、ちょっと FX 考え中。相場が良かったやけど、相場が良かったら。あ、観覧車ないっすよ。ありがとうございます。観覧車ありがとうございます。観覧車ありがとう。誰が逮捕？大阪の配信者がまたなんか逮捕されたらしいよ。あの DM が来たけど、まあちょっと俺も分かんないんだけど、逮捕されたらしいね。みんな知ってる？え、配信してるの今？逮捕されてないの？え、嘘なの？いや、まゆゆさん、まゆゆさんって知ってる？ A 版になっちゃったけど、まゆゆさんって知ってる？まゆゆさん、誤報なんですかね。誤報なんですか。嘘かよ。いや、逮捕かって言われ、逮捕かだから、逮捕されたかどうかは分かんないけどね。子供2人いる前より、なんか警察でも来たみたいだよ。警察、あんたも捕まりなよ。いや、俺はね、何もやってないんで。子供2人いる前より、え、配信中なの？じゃあ誤報ですか、俺。誤報というか、あの、逮捕されてないんですか？逮捕されてないんですかね。まゆゆが善逸を訴えるらしい。なんでだよ。なんで俺訴えられるんだよ。なんで訴えられるの？なんで警察来たんだろう。事情知ってる人いる？なんで警察来たか。まあ A 版だからね、あんまり関わりがないからね。会ったことあるけど、何回か。何回かあるけど。配信中に挙動がおかしくて通報。挙動がおかしくて通報なら、俺も通報されるんじゃないの？俺も挙動おかしいじゃん。どういう挙動？挙動おかしかったって。今北産業誰が？まあちょっと、まあ配信中らしいんですけど、まあ、まゆゆさんっていうね、A1 の配信者が、あの、逮捕されたかっていうことだったんですけど、今配信中なので逮捕されてません。はい、まあでも分かんないですけどね、これからどうなるか。早朝家宅捜査、
ちょっと誤報でしたね。逮捕されてないみたいです。逮捕はされてないみたいです。ゴールド動く。携帯 SIM 抜いたりいろいろやってたからな。怪しいね。携帯 SIM 抜くってどういうこと？どういうこと SIM 抜くって。ゴールド動くぞ。どっちに動く？これうまい。コンビニね、最近ハマってんの、このラーメン。これうまくない？ラーメン層歴史を刻め、うん、これうまくない？二郎系の。野菜入ってるよ一応。あれ関西しか売ってないのかな、これ関東売ってないのかな、もしかしたら。いや昼飯配信だから。いやちょっと大阪配信者まゆみさんが逮捕されたかって思ったんだけど、逮捕されてないみたい。うん、また新たに大阪配信者がね一人捕まったかなと思ったんだけど、うん、でも SIM 抜いてるってのもちょっと怪しいな。なんで SIM 抜いてんだ、うん、近所にできた夢を見ろとかいうやつ、あれは前にも食ったことあるけど移転したやつだから、あれ、うん、美味しいよ。あそこ美味しいよ、美味しい。風呂入れよ。風呂入りますかね、後で。最近見るたび食ってる。いいじゃん、昼飯ぐらい食わしてよ。昼飯ぐらい。証拠隠蔽。証拠隠蔽。その話題触れない方がいいぞ。まゆえさんは無事でした、うん、速報です。今日暇、今日暇だから行こうって。いや昼に食ってるのに行きたくないよ。あ、カリちゃんの方が心配っすね。カリちゃんの方が闇深いですね。確かにカリちゃんは本当に俺も LINE したけど帰ってこない、うん、カリちゃんの方がちょっとやばいかも。でもまゆさんさね、子供もいるし、逮捕されたら大変だったけどよかったね、うん、だってシングルマザーでしょ多分まゆさんって。彼氏いるのか分かんないけど、うん、カリちゃんは本当に行方不明です。謎です。 LINE 既読にもなりません。なんで迷いが、いやわかんない、なんか挙動がおかしかったって言って、挙動が普段の、うん、それ通報されたんじゃないかな、誰かに、リスナーか、こいつおかしいと。その普段の迷いさんじゃなかったんじゃないの、動きが、うん、揺れてたり、多分なんか変なこと言ったり、そうだったんじゃない、わかんない、見てないけど
多分挙動がおかしかったんじゃない、かなり。FX ゴールド全て溶かしたわ。いや、残りました、昨日。なんとか。まあ、ほとんど残ってないですけど。俺もいつもおかしいけど、俺は正常だから安心して。俺はあの変なのやってないから。まあ俺はっていうとあれかもしれないけど、俺もやってないから。うん、まあまゆさんはね、わかんないけどね。うん、俺は何も やってないですから。揺れて変なこと言う配信者代表だろうが。まゆさん、短期が前日に相場のヒントをもらったって言ってた。そんなのあげた俺、相場のヒント。前日が揺れずに普通のこと言ってたら救急車呼ぶよ。うん、あ、だから花火投げた。どういうこと？俺から何かを学んだんだ。それで花見投げたんだ。仮にがダジャレってんの？仮に仮が夜逃げだとしても自分に置き換えて対策しろってこと？いや、俺は別に夜逃げしないよ。うん。グラフのやつまだですかってなんだろう？FX かな。カバンまだ来てないですね。明日かな。いや、カリちゃんが無事じゃなくて、まゆゆさんが無事だったみたいです。まゆゆさん、まゆゆさんが逮捕されたっていう情報が流れていたんですけど、無事でした。うん、ギャンブルやらないの？いや、ちょっと相場がどうかな。動いたらやるけど、あんなどうでもいい。どうでもよくないでしょ。俺たち配信者は一つだろ。だって誰が逮捕されたかみんな気になるでしょ、うん、逮捕されたら。じゃあ俺が仮にね、逮捕されたら大騒ぎだよ、うん、あんなもんどうでもいい。俺は逮捕されることないけど。バカなのってどういうこと？お前が何々されたらおにぎり持って行ってる。俺が逮捕されたら誰かちょっと面会来てくれるかな、ちゃんと配信者たち。俺が交流されたら、うん、俺が交流されたら、イキリストは執行猶予中？そうなの？おっさんのこと。いや、まゆさんのことだったんだけど、まゆさん無事だったから、うん、カリちゃんの方がちょっと今不明。
カリちゃんの方が夜逃げしたのかな、お店やってんのっていうか、カリちゃんの店ってやってんのかな、閉まってんのかな今。ツイキャスで配信、いやーちょっと失礼しました、本当に情報古かったですね、うん、古かったです。逮捕されてなくて。マユイはアンチリスナーからおっさんって呼ばれてるのよ。なんで？なんでおっさんって呼ばれてんの？犬もいるし見に行こうぜ。カリちゃんの店でやってんの？やってないの？配信禁止になったらしいけど。うん。確かに犬どうしてんだろうな、犬な。死んじゃうよ。犬どうしてんだろう、犬。行動、言動行動が全てがおっさん。マジかよ。いやなんかね、一般のお客さんから注意されたんだって、うん、でもう配信者はダメなん、あの配信者はあの、まあ、配信者っていうか配信禁止になったらしい。配信禁止、うん、だからカリちゃんのとこがね、これから再開しても配信できるとこはないという、うん、あ、配信できることはない、うん、でも配信できないとね、せっかくあの配信できるから今まで言ってたんだけども、配信できなくなるとあれだよね。もうちょい痩せないと次は、可愛い彼女できない。いやもう彼女作んないから、もう最後だから、人生の最後だから、うん、配信が売りの居酒屋だと思ってた俺も。俺も配信が売りの居酒屋だと思ってた。どうやらあの違ったみたい、うん、毎回同じこと、いや同じことじゃないよ、今回は本当だよ、だって長いじゃん、もうあと30、俺も36だしね、うん、もう人生の終わりが近づいてきたから、うん、めちゃくちゃ単独で配信できないやつやめた方がいい。あ、くちゃくちゃ単独で、あ、コラボとかってこと？まあでもコラボもね、好きな人いるからね。パタリロみたいな顔してるぞ。何パタリロって。俺あんまりあの人見知りだから、あんまりいろんな人とコラボできないから、うん、確かに全員さんってパトリロに似てるよね。嬉しくないね絶対。パタリロに似てるって言われて嬉しいやついるか。パタリロ誰が無事や。マユイさんが無事でした、よかったよかった。なんかなんか朝逮捕されたというね、なんか情報が来てたんですけど、無事だったみたいです。薬中なの？だからちょっと気になる点は、なんか警察来て SIM を抜いたらしいね、携帯の。その中に何が一体入ってるんだ、携帯の中に。SIM を抜くということは、連絡、ん？どういうことだ？何？ SIM を抜いたら、あ、データがなくなるのか？
今日は FX、 いやちょっとどうすかね、ゴールド下がりますかね。売人の連絡先、いやどうなんだろう、そんなことしてないと信じたいけどね。やっぱお子さんもいるしね、うん、お子さんもいるから。カリちゃんは本当に全く知らないっすよ、行方不明。でも捕まってはなさそうだよね、うん、捕まってはなさそう。なんか、うん、どっかにいそう。カリちゃんもスーツ系、いや多分そういうのじゃないと思う。なんだろうね、なんかあるんじゃない、誰がこれクックロビン。というかゆいがさんの犯人こそもう出てこないじゃん、やばくない、ゆいがさんもう忘れ去られるんじゃないか、うん、ゆいがさんとかもう死んだけど誰が殺したかまだ未だに分かってない、うん、もう忘れられちゃうよマジで。未解決事件だ、未解決事件。簡単に見つかんないもんなんだね、犯人って。なんかもうなんか残ってそうなのにね、普通なんか毛とか入ってなかったのかね、犯人の。なんで分かんないんだろうね、警察、何にも証拠が残ってなかったのかね。見に行こうって、いや今更見に行っても、ゆいがと関わったやつもん、何々しちゃったしな、分かんない、逮捕されちゃった、逮捕されちゃったって書いてるの、飛び降り、え、そうなの、飛び降りしちゃったの、どういうこと、飛び降りしたの。ゆいがさんの関係の人が、配信会は闇が深いな、闇が。単純に探してないよ、それだけのこと。そんなことあるの、人殺されて全然捜査しないって、いい加減すぎだろ。なんで操作してないんだろう。それはまた別の配信者。こんな見つかんないもんなんだね、犯人って。マジで。窓の後ろから何を見て。お腹いっぱいになってきた。今日はドタバタトレードしないのか。いやーちょっとどうなんだろう、今日難しくない、多分。ゴールドどうなってんの、ゴールド上がってんのかな今。ゴールドぶち上げてる、慎重に慎重に行かないとな、でも今日はちょっと慎重に行かないと。スケマはいません、スケママはどうやら
なんだろう、あれですね、お俺とよからぬ噂を立てられるのが嫌で、あんま来ません。俺とね、スケロクちゃんのお母さんができてるとかね、思われるから。入金通帳で何？あーやばい、胃が痛くなってきた。これ食べたら結構胃が痛い。気にしてるんじゃない、やっぱり。あの書かれるじゃん、よく、あのあれに、なんだっけ、ふわっち特派員さんとかに、うん、うわいるじゃん。うわ配信してるやん。頼んでたのに掃除してないやん。いや、掃除 します。ハエ飛んでるやん。あ、ありがとう。ちょっと待って、配信聞いてないし、ハエ飛んでるし、汚いんやし、もうあんたハエと同棲してんの、やめてや。小林どころじゃないやん、でっかいの飛んでるやん、もう汚い。いや、そう、いや、掃除します。掃除します。いや、マークも、いや、片付けたわ、それは。片付けた。なんで掃除しない。いや、掃除してるよ。とりあえずガリのお土産食べよう。いや、嫌だよ。ちょっと私見てなかったやん。いやいや、こんなの単独で食うもんじゃない。一回ちょっと食べてみて、目覚めるかもしれないし。いやいや、別に目覚めると俺別に目開いてないし、もう寝ながら配信するのやめよう。いいから。いや、これ今胃が痛いし。大丈夫だよ、胃も治るって刺激物やから。なっ、辛い辛い辛い。おはよう。辛いよこれ、マジで辛い。これ食うもんじゃないよ、これめちゃくちゃ辛い。ご飯に乗せて食べるらしいね。いや、だから単独で食うもんじゃないこれ、マジで。気持ち悪い。まだ目開いてないって。いや、もう開いてるよ、もう開いてるよ、もう開いてるよ。こういうあの、こういう目だよ。こういう目だよ。じゃ寝ながら配信、あ、メリゴランド配信してたらあかんって、ほんまに。いや、寝ながらはしてないですよ。メリゴランドナイス、メリゴランドありがとう。目に塗ったくて失明するわ、こんなの。失明するわ。誰と話してる。いや、スケロクちゃんお母さんなんかチェックしに来た、掃除を。てか、あんたいつからまた風呂入ってへんの。いや、入らんにあったら帰りって。いやいや、昨日入ってないだけかな、うん、昨日入ってないだけかな。今日入るんで、後で入るんで。
バナナ T シャツお気に入りなんだよ。いいだろ別に。嘘をつくな。いや本当だよ、お気に入りだよ。風呂入ってへんだけやろ。いや風呂入るよ。シャワー浴びの週1ぐらい。掃除しないとな。掃除する予定だったから。嘘をつくな。本当だ。しかないから配信つけたんやろ。いや今の季節風呂は 3日に1回でいい。そうなの。あの明日の歯医者とかいちいちいいんだよ、まだ言わなくて。あ、明日歯医者か。明日も来やなあかんな。もう行きたくないよマジで。逃げそうやしな自分な。行くし、もう行かなくていいんじゃない。もう違うよ別に。日課じゃん配信は。日課じゃん。見ない。いや明日は歯抜かないだろ。なんで毎回抜かれないといけない。そんな歯医者ないでしょ毎回抜かれ。頼めば2本抜いてもらえるよ。いやもういい。この前の2本抜いただけでちょっと違和感感じてるっていうか、食べにくいしね今、まあ、いやもうな、言ったら歯の根っこしか残ってなくて、もう言ったら欠けてる歯がなんていうの、なんかもう散らばってる。なるべく抜かない方がいいよ、うん、いやだからもう歯の土台がもう割れて散らばってる状態やから、 歯というかもうかけらを抜く状態やから、抜いた方がそこからバイキン入って、バイキンが顎の骨まで行ったらえらいことになるよっていう話。なるほどね。36で話はつらい。いやあるよ。え、だから親知らずが生えて、ブリッジできたらよかったんけど、一番奥がもう欠けてしまってるから、一番奥の上下4本は抜いた方がバランスが良くなるって話。うん、そうですね。インプラントだとか高いじゃん。インプラントなんてできたらとっくにしてるわ。いや明日は抜かないと思うよ。